を持っています。長くこの日が続くように、私たちは平和であるように活動を続けていきたいというふうに思っています。多くの市民の皆さん、今日は憲法記念日ということをやはり知っていただいて、みんなでなぜ憲法があるのか、どういう憲法なのかというのをみんなで学び